お姉ちゃんバラ、オリジン。私の名前はアヤ。私は父から教わった剣術で日本中にあふれる狩猟どもを飼っている。狩猟とは屍のまま蘇った人間。聖者の血肉を食らう狩猟どもは今や世界中に跋扈し聖者を脅かし続けている。でも私には世界なんてどうだっていい。私は2年前何者かに継母が殺されてから失踪してしまった父とイボマイのサキを探している。そんな時レイと名乗る情報屋から接触を受けた。狩猟討伐を引き受けることを条件に私の家族の手がかりを提供してくれるらしい。レイの提案を受けて狩猟討伐を始めてからかなりの時間が経った。けれど未だに有力な手がかりはつかめていない。狩猟討伐に明け暮れる日々にも疲れ半ば諦めていた頃だった。突然サキから一通のメールが届いた。アヤ、お前はお母さんのために死んでくれる？サキ。邪魔しないでくれる？まとめてぶった切る。
片付いたかな。情報屋のレイです。ねえアヤ、もう墓場に着いてるみたいだけど、妹ちゃんからのメールの件どうだった？レイの言う通り、母さんのお墓は見つかったよ。けど母さんの遺体が持ち出されてた。持ち出されたってどういうこと？さあね、サキが生き返らせようとしているのかも。うわ、何それ、ファンタジー？どうだか。それより何か情報はある？そうそう、アヤが必死になって探してる妹ちゃんらしき目撃情報が手に入ったよ。ちょうどその近くに数年前に閉鎖された病棟があるんだけど、その病棟内で制服姿の女の子を見たって。分かった、すぐ行く。さすがアヤ、準備万端だね。